はい、ちょっとがなりすぎたので、2本目を軽くいきたいと思います。はい、皆さん学術会議って覚えてますかね。はい、任命するのを政府に任命権持ってる人が任命却下って言ったら切れ出した、逆切れしだした謎な組織、はい、かっこ10億円公費から出てます。はい、国の金が出てます。10億円ですよ、ね。はい、サラリーマンが生涯稼ぐ給与の5人分ぐらいかな、一般的な2億円ぐらいだったよね。はい、でよ、そのダビルス会議の、諸々を改正する法案ってのが出すか出さねえかって揉めてたんだけど、見送りにするんだってさ、見送りにするんだってさ、へえ。また暑くなりそうなんで流すんだけどさ、ね、まあ当然これを流してるのもクソ岸田なわけなんだけど、はい、でよ、で流す理由ね、流す理由がもう少し法案の中身がまだ不十分だと分かったので今回は流しますとか、はい、会期がちょっと短すぎて審議が行き届かないと思いますので今回は流しますとかだったら、まあ万歩譲って許そうね、万歩譲って許そう。はい、理由、野党の批判が強いからダメじゃねえの。ねえ、与党と野党はさ、批判して批判されやってなんぼじゃねえの。はい、ね、大体さ、批判がどんな法案だろうがさ、野党はこう穴をついていろいろ突っ込んでくるのが野党の仕事でしょ。仕事するなっていうの、野党に。はい、でも逆に言えば与党はそれでも法案を通すのが仕事だよ。はい、目を返しましょう。すなわち与党の中にも学術会議にべったりべったりべったりな奴らが何割かいるから、言いましょう、野党からの批判ではなくて自党内からの批判が強すぎるから法案が提出できなかったのであります。はい、どうぞ、つまりね、憶測と言っていただいて、憶測と笑っていただいて大いに結構、大いに結構であります。しかしですよ、別にねじれ国会じゃない、衆参しっかり過半数持ってる、その状態であえて出さない理由はない。そんなもんいくら真意を尽くして批判されようが押し通せるよね。はい、押し通さない、あえて出さない、つまりは批判されていることを口実に自分の身内、自分の性的党内のねから批判を食らって自分の卸しゲームが始まりそうだから嫌だっただけだよね。はい、と私は思っちゃいますよ。岸田君、君は本当にろくなことはやらないね。いや、ろくなことしかやらないね、ろくでもないことしかやらないね、何もやらないね。はい、ね、法案を作って結局見送るんでね、次回出しますだったらまあ、はい、臨時国会に特別国会に出しますだったらもうさ、かけようか、多分このまま廃案になって二度と出てこないっていう方に行くと私は思うよ。はい、ねまあ確かに久しぶりに学術会議の話題を聞いたよ、本当に久しぶりに。はい、世の中マスメディアの影響かもしれないし、熱しやすくなりやすい国民性かもしれないし、ニュースが日々消化されていく、消費されていく我が国ありますが、はい、ね、だからといって政治家はそこで止まってはいけない。糾弾するものは、変えるものは変えてもらわないと、あんたらに言えた我々の生きては何の意味があるんだということになってしまうよね。はい、今統一地方選ですね、皆さんも一票投じることになるでしょう。その時にこういった実は何も決められないようなやつに票が入らないようにっていうと、ほとんどの政治家がそうなるか、うん、困ったな。まあしょうがない、とりあえずでも少しでも気に入られる人に投じましょうね。少なくても岸田ちゃんは自分で自分が無能であることを常に喧伝しているようであります。はい、もうね、解明しようと、はい、岸田無能に解明しようと、はい、私は切々、岸田無能首だな、はい、ミドルネームに無能を挟みましょうと、はい、提案することとして2本目としたいと思います。ありがとうございました。